N 型貨物船は日本郵船が運航した貨物船の形式の一つ。1933年から1935年の間に三菱長崎造船所、横浜選挙及び浦賀選挙で計6隻が建造された。日本郵船における本格的なディーゼル貨物船の最初のクラスとして船舶改善助成施設の適用を受けて建造され、 ニューヨーク航路に就航して、戦術改善に一役買った。太平洋戦争では、前線が日本海軍と日本陸軍に徴用され、すべて戦没した。本校では、主に建造までの背景や特徴などについて説明し、船歴については、略歴の形で一覧としてまとめている。単独項目として作成されている船に関しては、そちらも参照されたい。 日本郵船の貨物船体の主力として4時に渡って建造及び購入された T 型貨物船は年を経ることに陳腐化していった。1930年代に入りディーゼルエンジン搭載の貨物船が続々就航すると速力の面では全く勝負にならなくなってきた。T 型貨物船に事実上止めを刺したのはライバルの大阪商船が就航させた。 機内丸型貨物船の登場であった。国際汽船や三井物産船舶部などもこれに追随して高速ディーゼル貨物船を建造して北アメリカ航路を接計するようになった。ところが日本郵船はこの貨物船競争に完全に出遅れる。日本郵船は1920年代後半から1930年代前半にかけて経営していた。 命令航路就航の価客船を、浅間丸や、氷川丸、照国丸などの新鋭船に置き換える事業に8000万円を要しており、貨物船体の整備に投資する余力は当面なかった。ディーゼル貨物船については、アタゴー丸とアスカ丸を購入して就航させていて、決して無縁ではなかったものの、機内丸型貨物船などの新鋭船の前には、アタゴー丸とアスカ丸も、 速力の面では勝負にならず、早かた遅れのディーゼル船となっていた。北アメリカ航路就航の日本の貨物船の主力貨物は横浜港積み出しのキート輸送であったが、日本郵船の貨物船に関して言えば、主力行き先はシアトルやサンフランシスコに限られ、ニューヨーク向けのキートはゼロであった。日本郵船に危機感がなかったわけではなく、 すでに1929年の時点で新鋭貨物船10席を揃えるべきという提言が出されていた。しかし、戦術の命令航路化客船の整備で手一杯だったことに加え、日本郵船車内で客船こそが船会社の顔的な思想が主流だったため、貨物船の建造になかなか踏み切れなかった。天気となったのは1932年に実施された。 船舶改善助成施設である。このこととキート輸送に関する現実を目の当たりにして、日本郵船もようやく目を覚まし、1933年1月の取締役会で新型貨物船を建造することに決めた。これが N 型貨物船である。船名の頭文字はすべて N から始まる地名に統一されている。 N 型貨物船一席あたりの建造費は230万円と見積もられたが、このうち40万円は女性施設に基づく助成金であり、見合解体船の処分による収入40万円と共に控除された。日本郵船の負担は一席あたり150万円に抑えられ、六席で900万円となったが、手持ちの資金で足りる勘定となった。また、 N 型貨物船建造の代わりに見合い船として解体される船は以下の通りであった。見合い解体船のうち、天洋丸は日本最初の1万トン超えの貨客船である天洋丸級貨客船の遺跡であり、また、佐渡丸は日露戦争時にウラジオストク巡洋艦隊の攻撃を受けて損傷した経験を持っていた。この佐渡丸とヤワタ秋丸は 船舶改善助成施設及び優秀船舶、建造助成施設で2代目の船が建造され、鎌倉丸は、ローマ字表記問題が生じた、秩父丸が1939年に襲名した。建造所が、横浜選挙、浦賀選挙と、三菱長崎造船所に分かれたことにより、搭載するディーゼルエンジンの形式も、建造所の提携先の違いから異なることとなった。ながら丸と、 ナルト丸、ナコ丸は満車系統のディーゼルエンジンを搭載していた。ノト丸、ノシロ丸及び、ノジマ丸マは、三菱長崎造船所が提携していた、スルザー車系統のディーゼルエンジンを搭載していたが、この時搭載されたのは複動式のものであった。通常のディーゼルエンジンは単動式であるが、馬力を得るために複動式のエンジンが開発され、ちょうど、 N 型貨物船が建造が起訴された頃に一種の流行となった。昭和9年に国際機船の貨物船2隻に7600馬力型の複動式エンジンを2台製作し、ついでやや馬力を落とした6700馬力型の複動式エンジンを3台製作して、これをノト丸、ノシロ丸及びノジマ丸に搭載することとなった。しかし、 カノマルがピストン号を接損する事故を起こし、3日間漂流しながら修理を行うという事態が起こる。三菱長崎造船所がスルザーとの提携でディーゼルエンジンを製作するようになってからおよそ5年が経っていたものの、複動式エンジンに関する経験はなかった。カノマルの事故のほか、燃焼不良などの故障や整備が面倒なことなど、悪評が先行して、 複動式エンジンを採用する選手は続かなかった。三菱長崎造選手はこの後、自主開発の MS 型ディーゼルエンジンを複動式に改造した MSD 型を5台製作して A 型貨物船に搭載したが、整備に手間がかかること、それに技術革新で単動式2サイクル下級エンジンが登場するに及んで、複動式ディーゼルエンジンはほとんど捨てれた。 その他定員の減少と諸設備の簡略化が行われて、経費節約を実現し、N 型貨物船は総じて日本郵船の貨物船体の船室工場に寄与したが、総合的には、機内丸型貨物船と比べて性能が若干、下回っていたと評された。それでも、日本郵船の経営の主軸は、N 型貨物船の就航を契機として旅客から貨物に移すこととなった。 N 型貨物線6隻は春行次第ニューヨーク航路に就航し、T 型貨物線など旧性能線は新たに開設された中南米行航路などに移っていった。横浜とニューヨーク間の所要日数はこれまでの36日から28日に短縮され、1937年時点で積載率は平均93%に達し、 王港の平均収入は314,900円、袋平均収入は1 6万9 0 0円余りになった。その1937年には N 型貨物船を改良し、欧州航路向けに建造された A 型貨物船5隻が出揃い、さらに A 型貨物船を改正した S 型貨物船7隻が計画された。3形式18隻が出揃った暁には東西、 いずれからも回る世界一周航路の開設も計画され、実際に東回りの世界一周航路が開設されたものの、1939年9月の第二次世界大戦勃発によって夢物語で終わった。まもなく日米関係の悪化などによって、遠洋航路は縮小して優秀船は引き上げられ、1941年半ばには定期の遠洋航路は事実上途絶した。 ナルトマルは昭和16年10月7日に横浜を出港して11月8日にチリのバルパライソに到着しトコピアに帰港の後帰国の途に着いたがその途中の12月8日に新珠湾攻撃で太平洋戦争が勃発し大迂海の上1942年1月3日に横浜に帰着これが1945年以前に日本に帰着した 交換線を除く最後の外交線となった。N 型高持線六隻は日本陸軍と日本海軍に三隻ずつ徴用され、長良丸、なこ丸、のと丸は陸軍輸送線に、のしろ丸は特設巡洋艦、なると丸は特設運送線、のじま丸は特設運送線となった。昭和十七年中に長良丸となこ丸がガダルカナル島の戦いで、のじま丸が キスカ島で潜没し、1943年には、ナルトマルが、雷撃で沈没した。1944年には、ノシロマルは、マニラで空襲により沈没し、最後に残った、ノトマルもレーテ島向けの多合作戦に参加して潜没。戦争終結後の残存戦はなかった。日本有先の所有船舶昭和初期。懐かしい日本の汽船。長沢文雄。 2012年9月26日閲覧。ありがとうございます。